ゲートゲートインスタートしました。さあ先行争いです。やや9番のクリソベリルは後方から先行争いです。まず間から3番ケントホープ、内から1番アイファーリーダー、外から押し気味に10番タガノブリザード連れてビップゼロワン、内にコースを取った8番萩野オムイである、さらには5番のタガノファジョーロがその内、そしてその直後にはさあテンナイトパールなどがつけまして、さあこれから1コーナーをこれからカーブしていこうというところです。先手を奪ったのは3番のケントホープ、逃げてリードは1馬身、2番手10番のタガノブリザードがつけています。3番手2頭並んで内1番アイファーリーダー、外8番の萩野オムイである、そしてその直後に9番クリソベリルがつけています。クリソベリルは現在5番手先頭から4馬身ぐらい、内からの半分差、5番のタガノファジョーロ追走、2馬身後方2番のピサノアマゾンが続いております。手が動いて11番のビップゼロワンはその内、外からの半分差96番のテンナイトパールが行っています。さらに1馬身後方4番スマートローガンがいて、最後方4馬身5馬身6馬身開いて7番のマイネルグナーデという体勢です。さあ各馬これから3コーナーカーブ、スタートしての 1000m1 分4秒1、かなりゆったりとしたペース。3番のケントホープがラップを刻みます。リードは4分の3馬身、2番手10番のタガノブリザードがつけていますが、外から首を覗かした8番の萩野オムイデアルが3番手から2番手、2番手から先頭に並ぶ勢い、そして9番のクリソベリルがじわっと進出。勝負どころでさあ3、4コーナー一気に先頭に取り付いて、今度は先頭に立ってこれから第4コーナーをカーブしていく。先頭に立ったまま9番のクリソベリル先頭で直線コースへ向かいました。2番手萩野オムイデアルです。そして3番手ケントホープ粘るところ、外からはテンナイトパールが今3番手伺って上がってくる馬体を制して、5番のタガノファジョーロとのさあこの辺り3番手争いが残り200を通過した。先頭は突き放している9番のクリソベリル、もう持ったまま、もう持ったまま、そして2番手萩野オムイデアル、そして外からテンナイトパールが接近するが、先頭は9番クリソベリル合輪。収まって11頭ゲートインが終わります。かがりが離れました。スタートしました。揃いました。まずは各馬スタンド前での先行争い、じわっと中から7番アールジオール飛び出していきますが、これを追ってまだ固まっています。10番ウォータースペース、馬群の中から8番モーニングサンが3番手、その後ろも広がっています。6番平成ラスト、内からかわして5番ブラックウォーリア、あとは11番ワシントンテソーロ、直後に9番エナキオで1コーナーを回っていきました。1番クリソベリルは現在後ろから3投目、やや外を回っています。1コーナーから2コーナー、先手を奪ったのは7番アールジオール、逃げてリードは1馬身半です。向こう正面です。2番手10番ウォータースペース、体半分遅れて内が5番ブラックウォーリア、外は8番モーニングサンかわして、あとは11番ワシントンテソーロ5番手、大外へ回して上がっていった1番クリソベリル、前までは3馬身ぐらいの位置、先段固まっています。直後に4番アバンセが行って、1馬身後方9番エナキョウ、ここまで大きな集団で3コーナーカーブ、あとは2馬身差3番ソルトイブキ、3コーナー800を切りました。 1000m62 秒1の通過、あとは4馬身5馬身後方6番平成ラスト、後ろから2投目、最後方2番ゼルクの展開です。600を切って3、4コーナー中間、前は固まっていますが、7番アールジオール、そして10番ウォータースペース、一気に上がっていった1番クリソベリル、4コーナー手前で先頭に変わって、1番クリソベリルリードは2馬身で第4コーナーをカーブ直線に向かいます。釣れるように上がっていった3番ソルトイルキ、一気に2番手に上がって、3番手は10番ウォータースペース、その後ろ8番モーニングサン、内は5番ブラックウォーリア、あとは4番アバンセが追い込んできますが、残り 150m 抜けました。1番クリソベリル、リードは4馬身から5馬身6馬身です。2番手は3番ソルトイルキ、3番手から2番手を伺う4番アバンセ、先頭1番クリソベリル完勝合輪。2コーナーポケットでのゲート入り、最後にバイトブリックが向かってゲートに収まります。枠入り完了。スタートしました兵庫チャンピオンシップです。2頭出負け、3番のエナキョウ、今日も後ろから4番メスキータも後ろです。先行争い、まずは JRA 勢、真ん中9番クリソビルルが今日は前に行きます。さらにインコース6番ゴールドラグーンと、外から11番ダイシンディ、この2頭が出ていって9番クリソビルル、ルメールは手綱を抑えます。3番手に控えました。1周目の3コーナー5馬身開いて、12番のバイトブリックは離れた4番手追走、先頭まで7馬身です。あとは4馬身開きました。早くも縦長、4番メスキータが追走、2馬身後方2番笠松の奈良が行きます。
さらにその2馬身後ろから7番インペルフェット、ここからは兵庫勢です。5番バンローズキングス、あとは3番エナキョウ、菊水賞3着馬、それから8番ベストプレゼント、後ろには10番のクーミリバ、1頭置かれて1番フィールデースです。前の5頭は JRA 勢ゴール板前を通過、6番のゴールドラクーンが先頭、1馬身差11番ダイシーインディーが2番手、そして2馬身差2戦2勝、圧倒的1番人気の9番クリソベリルはルメールとともに今3番手を進んでいきます。2コーナーカーブです。その1馬身差まで詰めていきました12番バイトフリック、それからバンローズキングスがスーッと今4番手こう上がっていきました吉村です。その後ろ中段から2番の7月1走、外目から4番のメスキータが行きます。あとは3番のエナキョウが行って、後方に8番ベストプレゼント、7番インペルフェット、大きく置かれて後方2頭はクーミリバとフィエルです。これから3コーナーカーブに入っていきます。勝負どころ、先頭は6番のゴードラ軍、まだ逃げているリード半馬身、11番ダイシンディーが2番手、外から来ましたスーッと9番のクリソベリル、2馬身後方から追ってくる12番バイトブリック、唯一兵庫で食い下がるのは5番のバンローズキングス、5番手4コーナーカーブからこれから直線、もう抜け出した9番のクリソベリル、その後ろから追ってくる12番のバイトブリック、戸崎直線に向いての攻防、9番のクリソベリル追ってくる12番バイトブリックですが、差が詰まりません、むしろ広がった3番トライス、3番エナキ上がってくるが、うちはバンローズキングス、先頭9番クリソベリル、ゴーリクリソベリル3戦3勝、2着は12番バイトブリック、そして3着は兵庫5番バンローズキングス、続きゲートに収まって14頭枠入り完了、スタートしました、ほぼ揃ったスタート、注目の先行ポジション争い、東京ダービーは光王祖出ていきますが、並んでくる3番ロードグラディオ、さらには8番のサクセッサー、これを見ながら14番南行おぼろ月が4番手、この圏内内に5番デルマヌーブル、そして前を見ながら12番クリソベリル、6番手にポジションを取りました、内から迫って6番トイガー、これから1コーナー中段13番ウィンターフェル、そのうち11番堂々霧島、外目には10番デアフルーグ、後方の一角1番グリードパルク、9番のメスキータ、4番ミューチャリー、後ろから2頭目7番ホワイトヘッド最後方です。向こう上面残り 1200m を通過、先頭は2番の光王祖抜け出しました、1馬身ぐらいのリード、2番手8番サクセッサー、3番手控えました3番のロードグラディオ、その後ろに5番のデルマルーブル、前が少しずつペースを上げていきますか、内を通って6番トイガー、さらには14番南行おぼろ月、その後ろにオレンジの帽子2頭、内が堂々霧島、外がクリソベリル、後ろにマークするような形10番のデアフルーグ、それから13番ウィンターフェル、1番グリードパルフェ続いてこれから3コーナー、9番メスキータ後ろから3頭目、その後ろに4番ミューチャリー、最後方7番ホワイトヘッドで変わりません、600を切りました、先頭は2番の光王祖、リード1馬身半から2馬身、2番手8番のサクセッサー、上がってきたのは5番のデルマルーブル、デルマルーブルが早めに押し上げてくる、その後ろにクリソベリル、デアフルーグ迫って直線に向きました、逃げる2番の光王祖先頭、光王祖先頭ですが一気にトラーにかかる5番のデルマルーブル、その後ろからは差を詰める12番クリソベリル、そして13番のウィンターフェル迫ってきた、外からクリソベリル一気に捉えて先頭に変わった、デルマルーブル2番手、外からウィンターフェル、そしてミューチャリーが追い込んできた、2番手争い混戦、しかし先頭はクリソベリル、ゴリ4戦4勝、父ゴールドアリュール、そして兄クリソライトに続いてジャパンダートダービー制覇なりました、12番クリソベリル、これでゲートイン完了です。スタートしました、まずは何が先手を取るか、内目から6番の平ボクラターシュ、当番のロンドンタウンが前に出ますか、後位につける11番クリソベリル、内を通って7番キングニミッツ、内々に入れていったのは8番のハクサンルドルフです。さらには5番ノンコの夢、後ろから4投目3投目といったところを追走、外側には9番アポロケンタッキー、今日は後方から、最後方3番のツインクルソード、先頭からしんがりまでは11馬身12馬身ぐらいの圏内です。前は 1,2 コーナーの中間、先手は当番ロンドンタウンです。リードは1馬身ほど、2番手が8番のハクサンルドルフ、並んでいくのは6番ヒラボクラターシュ、2コーナーカーブから向こう上面、1馬身半差の4番手11番のクリソベリル、前までだいたい2馬身3馬身のところ残り1000の標識を通過、
2馬身差、ここに5番ののんこの夢、並んでいく9番のアポロケンタッキーで、内側7番キングニミッツが後ろから2頭目、最後方追走3番のツインクルソード。ペースはまだ上がってきません。3コーナーカーブの手前、先頭は当番のロンドンタウンです。リードが2馬身ほどやや広がりました。6番のヒラボクラターシュが2番手600の標識を通過、並んでいった。11番クリストベリル動いた。クリストベリルが2番手に上がって、さあ前のロンドンタウンを追っていきました。 3,4 コーナーの中間です。8番ハクサンリドルフは交代して、代わって5番ノンコの夢400の標識を通過、前は2頭だ。当番ロンドンタウンと11番クリストベリル、4コーナーカーブから直線です。離れた3番手から5番ノンコの夢、さあ前は2頭の一騎打ちだ。ロンドンタウン、クリストベリル、クリストベリル前に出て200を通過、クリストベリルが先頭だ。リードが1馬身半、2馬身広がった。2番手が当番ロンドンタウンで、離れた3番手が5番ノンコの夢、先頭は11番のクリストベリルだ。11番のクリストベリル、クリストベリル先頭合輪。11番のクリソベリル、圧倒的な人気に応えて3歳チャンピオン、さあ日本ダート界のチャンピオンへ。11番クリソベリル圧巻でした。鞍上川田優雅騎手、2番手当番ロンドンタウンで、3番手5番のんこの夢。